よー、夏も20世紀の夏休みだっけ？やっていきたいと思います。で、今回は8月2日でございますね。今からラジオ体操に行くところでございます。行くぞー。どっから出ていくのが一番早いんだろう。わー、待ってー。はい、見ている皆さんも一緒に体操しましょう。え、ラジオ体ラジ操、オ体あ、操はい。第一、今朝も始まります。まずは背伸びの運動から。次は腕と足の運動。1、2、3、4。腕を回しますよ。外側から内側へ、肘をしっかり伸ばして。足を開いて胸の運動。空を仰いで胸を反らしましょう。腕を横に曲げます。左から、そして右。か、知らない人がいるな。体を前後に曲げます。手を腰に当てて後ろに伸ばして。腕を振って体をねじりましょう。右、左。腕と足の運動。足を開いて斜め下に伸ばす。体を回して、足を戻して両足跳び。開いて閉じて。腕と足を動かします。最後にゆっくりと深呼吸。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も一日頑張りましょう。1日は なんか1日がないみたいになっちゃってるけど。カードは忘れずに持って帰ってね。はーい。ああ、待って、行かないで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 。あのね、研究所まで行くときにいつも本屋さんが目に入るんだ。パパが好きな本出てたかな。みんなそんな走らないでもいいじゃない。よし、わかった。え、ちょ、当たりますか。花火屋。待て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 。あのね、お店番お店番と、お店番の本を眺めてるとついつい立ち読みしたくなっちゃう。待て待て、お姉さん誰？おはよう。ラジオ体操あんまりやったことなかったけど結構好きかも。君はどう？そうっすね。一体誰なんだ。さて今日はどこに行こうかな。さ、なんかお店がさ、おもちゃ屋とかないかな。おもちゃ屋とかないかな。宝の山なんて魅力的な響き。おもちゃ屋に向かってみるか。アゲハじゃない？
あ、そうだ、分けよう。蝶の王様の一人だね。アゲハはどんな意味だっけ？設定で4冊に分けるにすれば、あ、出た。これでワクワク、おお、分かれたんじゃない？ヘニッキ、虫、アイテムと。なるほど。で、多分魚だろうな。朝起きたら大変なことになっていた。パパさん、姫さんはいないなんて、僕はなんだか不安だな。これは自由のパラダイス。やりたい放題だよ。まあでもないとこ。でもないとこ。お、ラジオ体操。走ってラジオ体操に行ったんだ。さあ、早起きは三文のお得だよ。朝から体操するなんてみんな元気でびっくりしたよ。よし。上量バッタ、本当は精霊なんだって。キチキチキチって音で鳴く。へえ。よしよしよし。虫いっぱい。紫シジミ、小さいけれど素早いよ。子供はアリが守るんだ。へえ。そうなんだ。よいしょ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 。どうなんだろう、オープンワールドだからやっぱあれなのかな。こうやってもう歩いてるだけで時間経過してるってことなのかな。メニュー開いてる時とかは進まないんだろうか。ここか本当に。わ、ショッピングモールだって。ブティック。大人女の人用だから僕にはあんまり関係ない。売り鉄砲、いらっしゃい。時計売ってない。これ何屋さん？おもちゃ屋だよ。お店の名前は？おもちゃの店、ファニーだよ。もしかすると、なんだよ。おもちゃ屋っておもち屋さん？それはないだろ。くだらねえ。そんなこと考えたこともなかっただよ。ところで、何の用だい？買えます。今日は何の用だい？400で売ってる。よかった。マイズアリ。肌車売ってる。マリ。なんか面白いな。何？何ができるんだろう。はい、ありがとう。またお金貯まったら来ます。唐揚げ弁当。お。ふかふかの炊きたてご飯の匂いが漂ってくる。ぐーと僕のお腹が鳴った。何時があれなんだろう。夕飯の時間なんだろう。で、今は8時半ぐらい。全然進んでるな、これ。メニュー開いててもめちゃくちゃ進んでるな。じゃあさっきちょっと休憩した時めっちゃ進んでたのかな。ショッピングモールの魚屋さんだ。みずみずしい新鮮な魚が積み重なって置かれている。でもちょっと磯臭い。これ何をしてたら逆にあれなんだろう。港町ショッピングモール。お店がたくさん迷っちゃう。なんだかまるでおもくしゃ箱。時間を止める術ないのかな。さすがに全く止まらないと困る。ショッピングモールの八百屋さんだ。こんなに野菜をたくさん集めてるけど、このお店の店長は嫌いな野菜とかないのかな。お、お姉さん、こんにちは。私は涼子。涼子さん。八百屋を手伝っていたんだけど、いつの間にか隣の肉屋も切り盛りしてて、大変だね。最高に忙しいの。なんでそうやって全部教えてくれるの？誰かにこの状況を分かってもらいたいからよ。どれくらい忙しいの？忙しいという字は心をなくすと書くのよ。そうね。そのくらい忙しいの。本当はどっちの店の人？八百屋と肉屋のどちらでもないの。私は建物の中にあるおもちゃ屋のバイトなのよ。そっちなんだ。なぜここで野菜や肉を売ってるのかしら。謎だわ。夜になるとこの辺りを走ってるか、この建物の裏にあるお店で飲んだり食べたりしてるから遊びにおいで。うん、わかった。はい、毎度あり。走ってるんだ。ありがとう。
あれ、さて、京子さん、今日は八百屋さんで何を買おうかしら。キャベツ。じゃあキャベツを買って帰ろうかな。あ、ロールキャベツを作りましょう。よっしゃ、これで八百屋で買うものが決まったぞ。やった、今日はロールキャベツだ。よいしょ、目的地なんか設定しようかな。渋谷商店行きましょうか。間違えた。あ、カフェの人じゃない？こんにちは。はい、こんにちは。確か、そうそう、サトルくんでしたっけ。あれ、どうして名前知ってるの？教えてたっけ。いえいえ、お名前は純子ちゃんから聞いたのです。サトルくんとは明日バスで一緒にご飯を食べたそうですね。あのおばさん？じゃなくて若い方、若い方。というわけで私はこのカフェを営むしがない老人、時々遊びにいらっしゃい。僕は小学生のサトル、以後よろしくね。しがない老人はさすがに意味がわからないかもしれませんね。え、しがないってことは長生きってことでしょ。なるほどな。ところでさ、質問なんだけど、ここは一体どんなとこ。そうですね、このカフェは主に季節に合わせたコーヒーとささやかな軽食などを提供中。いいね。さらに言えば、特にコーヒー豆に力を入れているのです。うんうん。最近はインスタントや缶コーヒーが好まれるようになっていますが、香り高く、それでいてアットホームな引き立てコーヒーこそが絶対必要。そう考えた次第です。すごい。ずいぶん熱心なんだね。でも聞きたかったのはカフェじゃなくて、この町の話なんだけど。なんと、これは失敬、間違えた。そう、僕のことをなんて言ってた。純子ちゃん、僕のことをなんて言ってた。そうですね、とても快活な少年だと。カツカツ。カツカツ。いえいえ、お金に困ってはいませんよ。じゃあどんなカツ。快活というのは元気な少年という意味ですね。元気のカツ。それにしても会ってすぐいい印象を残すなんて、サトル君はなかなかやりますね。いい男だろ。大活躍。とにかく元気で大変結構。ではさようなら。ざっす。ちょっと話してるときは時間経つのかな。とにかく元気で大変結構。ではさようなら。お、立ってないかも。もう一回。とにかく元気で大変結構。ではさようなら。どうなんだこれ。わからんな。そもそもなんか時計見るたびに12。ああ、見るたびに0秒から始まってるってことは、やっぱメニュー見てるときはさすがに進まないのか。どうなんだ。そう、秒針が動いてる理由教えてくれ。どうしたどうしたどうした。ここに来る前ラブちゃんにちょっと太ったって言われてしまった。そういうこと聞いてるんじゃないんだけど、何走ってる。あ、前か。どうもー、どうもっす。どうしようかしら。どうしたの？サトルくんたら聞いてよ。神社さんのところの豚さんが逃げちゃったみたいなの。豚さん飼ってるの？神社さんって豚さんが大好きでしょ。そうなの？だから豚さんが逃げてたら大混乱だと思うんだ。もしかしたら誰かわざと逃がしてたりして。そんなわけねえだろ。まさかね。もう真剣に聞いてよ。陽介くんと二郎くんはあんな感じだし、サトルくん頼んだわよ。うん、豚さんはラジオ体操やってる神社の裏側で飼われてるからね。何かあったら私にすぐ報告。わかった？うん、わかった。
そういえば、うん、この夏休みの自由研究、研究所の裏で的当てをやってるんだ。グリ鉄砲って大発明だよね。へえ。グリってなんだっけ。グリはどんぐりのことなんだけど、グリ鉄砲は拾ったり木から落としたどんぐりがそのまま使えるんだ。へえ。グリは豚の餌にもなるし、すっごい便利だよ。豚の餌にもなる、なるほど。へえ、そうなんだ。ルールについて、このルールは君から聞くようにって渋谷博士が。うん、何でも聞いてね。陽介はここは探偵事務所だって言ってるけど、正しくは夏休みの自由研究研究所。渋谷博士が名前をつけたんだ。そこんとこよろしく。うんうん。それであそこに黒板があるでしょ。そこにこの町で起きたいろんな事件について書き込んでるの。へえ、本格的なんだね。ええ、そうでしょ。他にも何か事件が起きたらここで必ず話し合うことにしてるんだ。うちのサーカス団よりしっかりしてるかも。以上がこの夏休みの自由研究研究所でのルールだよ。どう？簡単でしょ？まあ確かに。うん、だいたいわかった。どれくらい？ママ。なんかゆるいな。じゃあね。こんにちは。そういえばひでこちゃん、お父さんって何してると？僕のパパさんはサーカス団の団長さんだよ。そうなんだ。最近サーカステントができたと思ったらそういうことだったんだね。じゃあ私のお父さんは何してる人か当ててみて。え、サーカス団ではないでしょ。サラリーマンやろな。どの会社のサラリーマン。え、違うの。正解は教授。おい、正解ねえじゃねえか。パパは天狗伝説を調べている、すっごくすっごい民族学者なんだ。金属？民族。この土地に住んでいる人たちの文化を調べる学問のことを言うのよ。それで今日は何について聞きたいの。まあこれはいいか。よく来たな。ところでお前ってサーカスやってるのか。ううん、やってないけどサーカス団のみんなと一緒に暮らしてるんだ。そうなのか。サーカスの名前はなんて言うんだ。幻だっけ。へえ、まあまあの名前だな。気晴らしは。俺様は賢いから知ってるけど、気晴らしって海の近くにいる顔が丸くてヒレがあるやつだろ。何それ。それはアザラシ、全然違うや。恐ろしサーカス団。なんか怖いもんでもいるのかよ。にしてもサーカス団と暮らしてるなんて変わったやつだな。家族と暮らしてるだけなんだけどな。永瀬さんやトコトコくんもいるか。よっしじゃあ。よし。じゃあね、バイバイ。どうも。本屋の仕事は本を売ること、仕入れること。そして本と本屋の掃除があるの、本当に疲れるわ。あ、レジ横で売ってる刺繍、乙女の居直りは絶対に読んじゃダメよ。なんで？あ、もしかして。それは秘密。あなたが書いたやつだったんですか、あれ。もう読んじゃいましたけど。じゃあバス乗っていきたいな。回数券使っちゃうか。それに企画を。トレーニングしてたんだ。中の二人に会った。お日様に向かって走ってた。サーカスのために偉いな。ほんと？マラソン大会に出るのかな。ほんと？これ。まあいいか。まあ。バス、でも知らない駅に行けないみたいなこと言ってたよね。よいしょ。天狗の山神社前。これがあれか。神社のとこか。最初は歩いていかなきゃいけないんだね。行きたいな。こっち側の方行くか。どこに行ったらいいかとか全然わかんないよね。釣りできそう。釣りについて、水辺に釣りができるところがあるよ。仕掛けた餌を選択して A を押すと魚釣りの始まりです。餌ねえな。魚がヒットしたら A で釣り上げてみよう。泳いでる魚は場所と時間で変わります。釣れるかどうかは仕掛けと餌とあなたのテクニック次第です。餌は魚を釣ると減ります。餌がなくなったらミミズやカニを捕まえましょう。あ、なるほど。ミミズやカニを捕まえればいいのか。あ、よいしょ。手づかみ。はい。川の魚といえばこれ。子供のところ頃は海にいる。やったね。イワナ。どうしようかな。イワナ魚と書くんだよ。一番上流に住むらしい。よしよし。サクラマス。ワクワク。
海まで旅するヤマメだよ。桜の季節に取れるんだ。全然桜の季節じゃないが今。隣町来ました。えい、どうも。どこにしようかな。なかなかいい場所がないな。何が？どうしたの？ミツバチを育てる場所を探してるんだ。おう。それにしてもいい場所がないな。あっちを建てればこっちが立たず、こっちを建てればあっちが立たず。難しそう。つまり役立たず。うわ、自己嫌悪。なんか陰踏む人多いな。おじさんはどんな仕事？日本中を渡り歩いてミツバチを育てて蜂蜜を取ってるんだ。養蜂っていう仕事だよ。怪しい人だな。この姿のこと？だって蜂に刺されたら困るだろ。だから夏でも冬でもこの格好なんだ。よもぎ谷から隣町にかけてのこの辺りは土も風もいいし水もおいしい。だから養蜂向きの場所がたくさんあるんだけど、慎重な性格だからなかなか決められないんだ。うわぁ、自己嫌悪。大変だな。なんか人が嫌がるとかじゃなくて自分の問題なのかな。新しいところへ来たぞ。あの人がいたよな。よいしょ。捕まえた。背筋すずめ。背中に2本の筋がある。蛾の中では成長早い。蛾なんだ。怖っ。長崎アゲハ。どうしよっかな。長崎以外にもいるらしい。メスは赤いお化粧だ。どうも。お、入れそう。古今東西の客人が集まる旅の宿、選択船へようこそ。選択船、ここって宿なの？選択船って名前だけど宿なの？宿だよ。船なの？選択船って名前だけど船なの？人生という長い航海の中では船でもある。そう、ややこしい。人生は長い航海なのだ。そこに嵐の夜に身を休める穏やかなねぐらがあってもいいはずだ。めんどくさそうな人だ。あー、ここに入れるだけか。うるそうな鏡と天狗の像が置かれている。この町で天狗をよく見かける気がする。天狗もあるか。一見顔みたいに見える絵だ。一見たくさんの目玉みたいに見える絵でもある。昔の人の肖像画だ。ほっぺたが真っ赤だけど照れてるの？よいしょ。うわ、何時？10時の鐘か。冷凍の中かな。どうやって入るんだ？どっから入るんだ？え？ここか？あれ？入れない。あ、ここか。どうも。あ、違うんです。あ、違うんです。こんにちは。案内係のボランティア、桃山千春です。桃山千春さん。あれ？どこかで会ったことあったっけ？あるよ。やっぱりそうよね。見覚えがあるもん。覚えてないけど、うんうん、ああ、もしこの塔の歴史に興味があったら時々遊びにおいで。いろいろ教えてあげるから。やった。ああ、もし教えてくれよ。天狗だ。天狗の彫刻だ。顔の彫りの深さまでよく表現されている。この人いつもこんなしかめっ面だったのかな。あ、順路があるんだ。隣町はよもぎ町で縄文時代から奈良時代に発掘された土器やら石器やら土偶やら職人らしい。よくわかんないけど鳥の形の職人立ってる。わ、丸毛でちょっとかわいい。お、地図じゃない？この地域全体のジオラマだ。あ、これを見てるのか。あれ、もうサーカスのテントがある。このジオラマを作った人はかなりの情報通だ。
なんかね、ジオラマっぽい感じだったからね、地図が。登るな。隣町や山麦じゃ、あ、ちょっと飛ばしちゃった。かしこまった天狗もいる。登るな。奈良時代から明治時代の天狗の掛け軸らしい。もしかして一個一個ある？そういうわけではないか。こういうことか。だけかな。ありがとう。新聞社。入れるわけではない。だって次どこ行こうかな。みたいな名前のが見たいな。マジ？言えるな。え、あ、はい。わ。ありがとう。はい。あら、座って。かわいいわね。遊んでくれてありがとう。かわいい。かわいいな。バス停を見たい。どこにあるのかしら。あ、なんかいる。バス停ないかな、この辺。見りゃわかんないな。駅はあるけど。電車は乗れんのかな。どうも。急ぎ言ってますよ。次はショッピングモール。ショッピングモール。お買い物の方はこちらが便利です。何やってるの。バス停が近づいたら乗ってる人にお知らせするアナウンスの練習だよ。僕はちょっと滑舌が良くないって言われるので、聞き取りやすいようにさ。ちょっと美味しそう。それは滑舌じゃなくて滑舌。うわ、見捨てらされた。とんかつは好き。バスが好き。そりゃあありがとう。鉄道好きの人が多いのに珍しいね。適当に言ったのに子供はすぐ喜ぶんだもんな。皮肉を言ったのに子供はすぐ信じるんだもんな。お前ら何なんだ。はい、またのご利用をお待ちしてます。悟る怖っ。バス停はここにはないのか。バス、あ、これか。よしよしよし。あー、でも金払いたくねー。あ、でも回数券持ってんのか。と言ってももうここに用事はあまりない。やったぜ。おしみすじ、白黒のまだら模様の蝶、水辺や花に集まるよ。よいしょ。もうこの辺用ないよな。一旦戻るか。回数券って1枚しか持ってないのかな。10回分持ってたのか。10って書いてあった気がするよな。ただいまー。あ、書いてあるわ。10と運転手さんに回収券を渡した。またのご利用をお待ちしています。運転手さんありがとう。えらい、お礼が言える。よし。でもなー、あ、そうだ、豚見に行くか。豚いたところ。よいしょ。こっちで飼ってるみたいなこと言ってたよね。あれか。ふんふん。
セミだ。姫ハルゼン。あー、いやもうやだ。モータのギアみたいな音でみんな揃って合唱するよ。今日もまた柵が壊されて豚さんが逃げ出してるな。一体誰がやってるんだ。どうしたの。ご覧の通り何度も何度も柵を壊されて困ってるんだ。悪いやつが言ったもんだな。誰が犯人なの。誰かが柵を壊してるんだけど犯人が分からなくて困ってるんだ。まあそうだよね。なんで豚を育ててるの。豚さんが大好きなんだ。だって可愛いだろ。大好きすぎて困ってるんだ。よく困ってるな。君も犯人を見つけたらぜひ教えてくれ。うん、分かったよ。直そうよ。調べ。柵は壊れている。落ちた木のかけらが何とも暴れだ。でもこの柵手作りだから僕でも壊しそうだ。もっと強い柵にしたらいいのに。豚さんだ。豚さん3匹。キノコが落ちてる。拾えるのかな。拾えるんだ。パン安いが店で買ってもらえる。へえ。うん。これもアイテムなんだね。そしたら茶色いキノコ。ちょっとだけ美味しそう。あ、さすがに36個ダイヤではないのか。なるほどね。さて、次どこ行く？あ、神主さん。話があるかな？灯籠の話聞きたくね？灯籠？灯籠だよね。こんにちは。うちはラジオ体操の会場になってるけど、神社の名前は意外に知られてないんだ、そういえば。ね。さあ、あのね。何度が暗いだって？あ、そういえば最近気がつくと灯籠が消えてて困ってるんだ。誰かのいたずらかな。誰の？そうだな。この辺りには小さな小さな神様がいるんだ。もしかしたらその神様の仕業かもしれないな。神様なのにいたずらするの？うん、たまに。絶対どっかにしまったはずのに伏せ物が見つからない時があるだろ。あれも神様のいたずら。それっておじさんが忘れっぽいだけじゃない？ともかく灯籠が消えちゃってるから明かりを全部つけてくれると嬉しいな。いいの？上についてるスイッチを入れると明かりがつくからね。あ、そんな簡単につくんだ。わかった。おいっす。作法は、入る前にお辞儀をして右手に水汲んで、今度は持ち替えて、右向いて左向いてにらめっこしましょう。あ、プップ、違うでしょ。なんか、キノコあるな。これなんだ？特別なキノコ。副産の一つとして中くらいの値段で店で買ってもらえる。へぇ。どうしよっかな。お菓子みたいな形をした傘が尖ったキノコ。触るだけでただれるような毒キノコだったらどうするの。キノコには絶対触っちゃダメですよ皆さん。さてどうしよう。どこ行こうかな。あ、なんか怪しんでるおじさん。怪しんでるおじさん。よいしょよいしょ、よいしょよいしょ。怪しい。いよいよ怪しい。何がそんなに怪しいの。一切合切ほとんど怪しい。一切ガサ入れ。一切合切ガサ入れなんてそんな物騒な話ではない。テントってそんなに怪しいかな。いやいや、テントが怪しいわけじゃないよ。怪しいのは目に入るすべて。それにしても怪しい。とことん怪しい。ちょっとイカれてる人なのかもしれない。スイッチ入れるか。押そうぜ。あ、もしかして。違うよね。え、どうすれば。登れないしな。夜じゃないといけないとかあるのかな。夜つけてみるか。どうした？どうもか。当たり判定あるもんな。
ナガアゲハ。ワクワク。川の近くでよく見るよ。昼でも羽に赤い月。よく工事とかしてるな。ラッパ盛りだって。やった。フリシジミ。確かに色が瑠璃色だ。オスはよく水を吸う蝶。なんだここ。あ、博物館だ。どうも。町立博物館へようこそ。町立博物館なんだ。見覚えがない。君もしかするとこの町の子じゃないのかな。うん、僕違うとこからやってきたんだ。どこから来たの。テントから。テント。この辺りにキャンプ場なんてあったっけ。ここで来場した方々へ告知です。はい、この博物館では希少昆虫や希少な魚を集めて展示を作ろうと考えています。はい、もし希少な昆虫や希少な魚をお持ちでしたらぜひご提供くださいませ。はい。ねえ君、今日は博物館の展示を見ていく。小学生は入場無料、大サービス中。見ていくけど。ではこちらから中にお入りください。多分何も。照明が暗くなっているところもあるのでお気をつけて。展示書は何もしてないから何もないような気もするな。あ、でも化石エリアとか行ってみるか。いろいろだよね。何もないよね。ですよね。ですよね。じゃあ何もないわ。私が全て集めろってことだ。よし、オッケー、任せとけ。化石があったってことは化石もなんだろうな。あれ、こいつはあんまり人いないっすね。もうなんかすごいとこにいるな。いけるかな、これ。行ってみるか。捕まえた。石垣町。どうしよっかな。あんなの筋が崖みたい。紙切れのようにひらひら飛ぶ。ツバメシジミ。名前の通り、羽にツバメの尻尾があるよ。登っていけるかな。頑張れ。やったぜ。ん、これアゲハじゃないのか。どうしよっかな。キアゲハか。アゲハのそっくりさん。子供はパセリが好きなんだ。パセリ好きなんだ。出るかな、マジで。ベニシジミ。名前の通り、口紅色のオスは気が強いんだって。捕まえた。ブドウスカシバ。どうしよっかな。蜂みたいだけど、ガなんだ。ブドウの木が大好物。へえ、それは知らなかった。ダメ、どんどん降りる。ダメみたい。ちょっとまたリベンジするか。怖すぎる。あ、無事なんだ。なんだこれ。キビン。町のあちこちに落ちてるリサイクル対象の瓶。ラベルのかすれや傷に味がある。安い値段で店が回収してくれる。ワクワク。ガラスの空き瓶。かすれたラベルが渋いやつ。お、まだなんかある。お金だ。お金そのまま落ちてることあるんだ。これは空きペットボトル。空のペットボトル集めれば資源として再生される。危険って書いてある。危険って書いてあったら行きたくならない。え、これ落ちたらやばい。どっから帰るかな。頑張る頑張る。あ、本当にトレーニングしてんのかこれ。こんにちは、元気。あのさ、渋谷博士って、なんで渋谷って名前なの？そ
それがここが渋谷商店だから。私この渋谷商店の跡取り娘なの。あれ、じゃあ渋谷博士じゃなくて渋谷店長じゃない？そうだよ、私は渋谷博士だし渋谷店長でもある。渋谷商店はお菓子に調味料、お米まで何でも取り扱い中。あ、でもおもちゃだけは売ってません。なんだ、自由研究って何をすればいいのかな。そんなの決まってるじゃない、何を研究してもいいのよ。自由研究だから自由に研究するの。それでも何をすればいいのか困った時こそここに来て。そのための自由研究研究所なの。とにかく困ったことがあったらここにおいで。私もいるし近所の子供たちも遊びに来てるから相談してみるといいよ。わかった。ところでうちのルカ、どれが好き？あれ、ミミズいつの間に、キノコと特別なキノコとキービンとボトル、はい、まメガネ屋さんの看板だ。そういえばサーカス団の人って誰もメガネしてないな。伊達メガネ店ってもうメガネ屋さんじゃないじゃん。死んでる。怖い、何かの事件の跡がある。ドラマなんかでよく見るやつだ。これは探偵事務所に相談でしょう。あれ、ダイヤじゃない？気のせいか、ダイヤっぽい。黄色いダイヤゲッチュ。黄色いダイヤか。黄色いダイヤはね、持ってるからね。お、なんかいっぱい落ちてる。グリ、グリの木から取れるグリーンドングリの略称、グリ鉄砲の弾など用途がいっぱい。とにかくたくさん集めよう。山、まあ、この駅はできてからどれくらい経つの？もうすぐ100年です。無事100周年を迎えられたらいいのですが。そうね、田舎の鉄道は今どこも大変だから頑張ってください。ありがとうございます。花火工場も行きたいけど、あす、かばそうに。まあでも花火工場行くか。遊ぼう、はい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 。あのね、はい。ねえ、鬼ごっこしよう。いいよ。こっちこっち。どっち？どこ？消えちゃった。こっちこっち。おいでおいでおいで。ああ、びっくりした。めっちゃびっくりした。どいたま。何人見つけろ。お、ステッカーゲッツ。5人、いっぱいいるんだね。分かっていたけれども。宝石がある。おーい、暑い時期に花火屋なんてやるもんじゃねえな。まあ、でも花火って暑い時期の仕事じゃない？花火屋さんの仕事は？だから言ってるだろ、花火屋だって。すいません。ああ、花火屋がどんな仕事か分かんねえのか。まず少年、お前は打ち上げ花火の種類をいくつ知ってる？少し。そうか、それはよかった。だったら花火のことを教えてやるから時々ここに来い。夜はいない日もあるから昼間の方がいいな。花火はいいぞ、夢が。教えてくれ。だったら今日は無理か。宝石があるね。何になるのかな。 何かできるのかな。壊せる。いつの間にツルハシ持ってる。ガラス玉、ガラス石。価値はほとんどないからなぜか全国に収集家がいる人気の鉱石。どうしよっかな。向こうまで透けて見えているガラスでできた石。ちょっと他にもないかな。
いっぱいあるな穴が。ダイヤだ。あ、めっちゃ飛ばしちゃった。古い遺跡にありそうな黒曜石みたいなダイヤ。ダイヤをすべて見つけよう。あと3個あるのかな。赤いダイヤだ。ルビーみたいな赤いダイヤ。覗き込むと内に秘めた紅の模様が輝く。高い値段でお店で売れる。やった。ワクワク。海のように光り輝く赤色の綺麗なダイヤ。宝石、見た目が違っても中身が、ん？見た目が一緒でも中身は違うことあるんだね。追ってみなきゃわからない。一旦アスカバー層に入るか。わー、迷惑すぎる。よいしょ。あ、魚いたわ。晩ご飯のこと。晩ご飯のおかずの魚なんだけど。何ですか？まだ釣れてないんだ。なるほど。でもめげずに頑張って釣ってきてくださいね。はーい。純子ちゃんのこと。ねえ、純子ちゃんはなんでここでご飯を食べてるの？純子は私の姪っ子なの。あ、そうなんだ。夏休みの間だけ彼女の親に頼まれたのよ。パパさんと姫様のこと。いきなりいなくなってびっくりしたでしょ。私もびっくりしたわ。本当にね。あ、なんだ。隣町新聞社の記者です。今日は釣り名人の取材ということでこうして駆けつけたんですが、さてと、何を聞けばいいんだろう。考えてこいよ。何が釣れた。何が釣れましたか。冴えない新聞記者が釣れたようだ。うまい、。どのくらい釣れた。どのくらい釣れました。約1名かな。うざいな、その反応。これくらいでいいかな。これくらい喋れば素晴らしい記事が書けるだろ。書けるか。ひってーな。そういえば、はい、博物館に持っていく魚を釣り上げる競争はどうなった。僕は一緒か。足も釣りするか、ここで。よし、これでいこう。魚の影見えないけど、釣れんのか。釣れねえかも。あ、ここなら角がいいって言ってたもんね、そういえば。よし。やったね。マサバ。どうしよっかな。海みたいに青くて綺麗、たくさん取れる魚だよ。よしよし。マージ。青くてキラキラしているぞ。味がいいからアジだって。そうなんだ。お種類の魚を集めよう。よくできました。よし、ステッカーゲット。ちょうどいいね。20種類急に増えたな。よし、絵に企画か。どうしようかな。ミツバチを育てる場所を探してる。ハチ屋さん、いいところが見つかるといいね。森や草原を見る蜂屋さん。ミツバチより、ミツバチの場所より先に宝物を見つけちゃったらどうしよう。不思議なおじさん、タビノさん。宿を経営してるんだ。お洗濯しない宿だから洗濯せ。そうなの。隣町の古い塔へ行ったんだ。見上げるほど高い高い時計塔。どこに時計があったっけ。時計塔で千春ちゃんに会ったんだ。案内係なんだって。時計はどこにあったっけ。時計の話しかしねえな。初めてバスに乗ってみた。いつもより高いところから街が見え、とっても気分が良かったよ。運転手さんのすぐ近く、特等席に座ったよ。ああ、わかる。あら、そこね。豚の柵を壊した犯人だーれだ。神社さんが悲しそう。泥棒なのか、自由への脱出か。自由への脱出かもしれないな。
よもぎ町の町立博物館。意外に立派なよぎ町町立博物館。これから展示を増やすんだって手伝ってあげようかな。博物館にやってきた。予算があんまりなさそうなのに小学生は入場無料。なんかちょいちょい辛辣だよな主人公。線路の向こう側へ行ってみた。ちょっとドキドキワクワクだ。街を離れて線路の向こう側へ行ってみた。大冒険の始まり始まり、乞うご期待。花火屋さんと仲良くなった。花火には夢があるって言ってたよ。夢があるって言うけれどちゃんと寝ないで起きてたよ。最初の魚を釣り上げた。びっくりしたけど驚いた。最初の魚を釣り上げた。ググッときてガツンとドカーンと釣り上げた。わからな。よし。工場長、子供が1名おります。うわ、不審者発見。主任捕まえろ。誰が不審者だ。とんでもないやつだ。何やってるの。とぼけるな。ここが世界一の精密機械を作る工場だと知ってたんだろう。知らなかったけど今知ったよ。なに、知らなかっただと。許せない。なんということだ。逆にね、子供だよ。工場長、子供だと言ってますし心配はいらないかと。バカモン、それが油断なのだ。世界一精密な我が工場の秘密を探るスパイなのだから、子供に化けるくらいは朝飯前だ。マジか。めちゃくちゃだ。ごめんなさ い証拠があったらすぐ捕まえるぞ。さっさと立ち去れ。子供が来るようなところじゃないから。それはそうか。楽しいところで遊んでよ。でも工場の上行きたいし。ふう、やっと見つけたぜ。お、どこどこくん。気分はどんな感じ。いい感じ。そりゃよかった。向こう側まで行ったんだ。線路を渡るときは気をつけてね。はい。うん。何があった。大きな灯台があったよ。あの辺りは灯台山というのよ。じゃあご飯を食べましょう。ロールキャベツだ。今夜はロールキャベツとみんな大好きクラムチャウダー。うまそう。では皆さん、いただきます。お腹空いてきた。ごちそうさまでした。りょうこちゃん、ラッパ山に行こうかどうか考えてたんだけど、どうしようかな。一緒に行こうよ。それってどこ。いや、今夜は疲れてるからやめとこ。そうなの。よし。なんかあのお客さん怪しいのよね。誰？怪しいってどういう意味？ここに来てからずっといろいろ調べてるのよ。平均的なサーカス強行における一月の電気代とか。電気会社の人なのかな。怪しいってどう読むんだっけ？怪しいと読みます。そうですね。難しい漢字だよね。もしかすると。怪しいっていうのは、もしかすると誰かが怪しいってこと？うん、そうよ。怪しいな。怪しいよね。またいるの？いるな。なあ、刑事は容疑者のことを星と言うけど、探偵の場合は何て言うか知ってるか。資格？確かに資格がないか疑うのは大事だよな。三角？それは違う。かなり違う。だよね。どれも不正解。丸はやれないな。図形だけに。おじさんやっぱり漫才向いてるんじゃない。向いてないよお前ら。めちゃくちゃつまんないよ今。よいしょ。そうだ、永瀬さんはそろそろ携帯電話買うの。来年は普及率が 50% を超すらしいよ。この街では持ってる人を見ないだぼ。言われてみれば確かにそうだな。9時なんだね。結構時間あるな。
お、行った行った。こうやって読まなきゃいけないのか。じゃあ押せるかな。よっ。よし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 。うわー、すごいね。おお。遊んでくれてありがとう。あ、そういうことだったのか。やあ。お、灯籠に明かりがついてると思ったら君が全部つけてくれたのか。ありがとう、助かるよ。えへへ。もしよければこれからも灯籠の明かりを全部つけて回ってくれないかな。え、嫌だけど。そうだな、明かりを3回全部つけてくれたらおだちんをあげるからね。嫌だけど。わかった、おだちんの値段による。じゃあし、夏はさ、晩飯の後でも遊んでられるからいいよな。冬も同じこと言ってなかったっけ。もう同じなんか。待って待って、毎晩走って鍛えてるんだ。継続は力なり。えら、俺は新聞記者、毎日毎日素晴らしい号外用のネタを探してるんだけど、それがなかなか見つからない。あら、新聞記者って？新聞の記事を書く仕事さ。だよね。ネタを探すって？大きな事件を探してるってことさ。だよね。だよね。だよね。ボットになっちゃった。自分で大事件を起こすのはどうだろう。最悪すぎる。号外になるような大きな大きな事件を。さっきから全部聞こえてるよ。大丈夫、どうせ子供が聞いても意味がわからないはずだ。クズすぎる。そういや、困ったことがあるんだけどさ。困ったことってどんなこと？いや、図鑑を発行するからそっちも担当してほしいなんて急に言われちゃってさ。図鑑？発行？うちは新聞社だけど出版業者もやってるんだ。だから担当しろって言われればやるっきゃない、自信だってある。でもネタがないんだよな。ネタってお刺身のこと？図鑑に載せる材料のことだ。生き物の写真とかたくさん必要になるんだけど、だったら僕が描いた虫や魚拾ったものの絵日記を図鑑にしてみたらどうかな。それはグッドアイデアかも。生意気なやつだと思ってたけど子供と付き合っておいてよかった。生意気じゃないけど、とにかく準備ができたら見せてくれよな。おー、これ完成させなきゃだな。お店の人これ話せるか。こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。あ、やべ、日が暮れると人が少なくて寂しいでしょ。そうかな、昼間も寂しかったよ。そうだね。でしょ、とてもとても寂しい。以前はこの町もたくさんの老若男女の笑顔であふれ幸せに満ちていたんです。老若男女って何女？男女です。あー、他の選択肢もいけるんだ。そうかな。寂しいと思わない？あ、動物や昆虫まで数に入れるのはなしで。わかった。昼間も寂しかったよ。あ、ちゃった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 これは痛いところを疲れました。おじさん大丈夫？どうすれば町に昔のような活気が戻るのか。そのためにはまずこの町が世間から注目されなければいけません。えっへん。そのためのアイデアを絶賛たくさん募集中。なるほどな、考えてるんだ一応。うちの助手さんいつも帰るの早いな。一緒に帰りたいのにな。あらあら、もしかして。あら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 。ああ、バスの運転手はいいよな。なんで？鉄道なんてずっと線路の上だもんな。自由さが桁違い。ああ、バスが好きなの？うん、大好き。マニアと言ってもいいよ。なんでバスの運転手にならなかったの？それはマニラだけど、よく知ってるね。適当に言ったら合ってた。鉄道は嫌いなの？嫌いというわけではないんだけど、なぜかバスに対して強い憧れがあるんだ。これで列車の乗り方は？駅の券売機をお使いください。乗れるのかな？普通そうだよね。では、さよなら。はい、さよなら。おやすみなさい。
古びた券売機が立っている。どうやら今は稼働してないようだ。まあ、夜だしな。あ、あいつらじゃん。ちょっと一杯のつもりで。一杯じゃなくて一杯だった。ちょっぴりのつもりでたっぷりだった。もうこれだから遊び人は嫌なんだ。パラってんな。たま。こうやっておもちゃ屋さんと話してるとうちの花火を店で売ってほしくなるな。あら、売ってないのかな。売ってないんだよ。そうなの。売ってるよ。いやいや、おもちゃ屋で売ってるのは小さな小さな花火。打ち上げのこと言ってるのか。おじさんが作る花火はもっとでっかい花火だよ。そうなんですか。じゃあね。おやすみなさい。はいはい。夕方のニュースで見たんだけど、はい、サーカス団が場所代を払えずに逃げ出したらしいじゃないか。あ、はい。せちがらいね。せちがらいです。幸いこの町はとにかく平和です。まだまだ豊かな自然が残っている桃源郷のようなところです。みんな存在が化石なんだから、残ってるのは当たり前。何億年かしたら石油や石炭になるかもしれませんよ。そこは価値の代償で考えちゃいけねえ。宝物だけど、でも0円だなんて世の中には腐るほどある。うん。おーい。私毎晩健康のためにジョギングすることにしたんだ。偉すぎる。このコースは海沿いだから昼間は暑くて大変だけど、夜は涼しい風が吹いてなかなかいい気持ちよ。あとジョギング中に会いたい友達に偶然会えるといいなぁなんて。それって誰の歌？裏浜貝殻。海岸に落ちている貝殻、耳に当てると懐かしい潮風の匂いがする。焦燥の匂いですね。安い値段でお店で売れる。海辺で拾える特に珍しくない貝殻。ボトルに、空き瓶に。ゴミがいっぱい落ちてますね。一体どうなってるんだ。小さなカニ。海岸や河原の近くにいる小型のカニ類、簡単に筋で捕まえられるので子供たちには大人気。釣り餌、あ、アイテムの方なんだね。砂浜どのりにたくさんいる小さくて可愛いカニ。釣りするか。お、魚の影が見えるな。あ、本当に魚か。頑張れ頑張れ。おお、やったね。ほうぼう40センチ。見た目がなぜかスペースシャトルに似てるんだ。よしよし。タチウオ。立って泳ぐ変なやつ、銀色で尖って少し怖い。やった。イリギリス。どうしようかな。バッタの仲間との見分け方、触覚が長いとキリギリス。なんか沈没あるんだけど気になる。ほら入ろう、ほら入ろう。たくさんがいっぱい来てもいいようにたくさん入れる。フントみたい。今日腕にはめる形式だけど僕にはブカブカ。入ろうぜ。こんばんは。こんばんは。時々湯船のお湯がすごく少なくなってることがあるんだけど気づいた？今日初です。なんでだろう。わからないよ。そうか、わからないか。気のせいじゃないのかな。いや、そんなことはないと思うぞ。誰かすごく大きな人がいてお湯を流しちゃうのかな。そういえば博物館に持っていく魚を釣り上げる競争。僕、うん、うん、だってじゃあ絵日記でも書くか。ワクワク。工場で二人組に捕まった。子供は入っちゃダメだって。子供入っちゃダメだって。次はどうやって入ろうかな。変装すれば大丈夫かな。灯籠を全部つけたんだ。びっくりすることが起きたんだ。驚くことが起きたんだ。絵にも描けないけど描いた。いつも一人で帰る船長、あ、館長さん。
本当は誰かと帰りたいのに一人で元気に歩いてた。悲しい。頑張って走る千春ちゃん、海辺を一人で走ってた。サメや巨大ダコに襲われたりしないかな。怖いこと言うな。お風呂のお湯が少なくなってることがある。誰が犯人なのかな。たくさん飲んだらお腹を壊した飲んだことになってる。はい、じゃあ寝るか。よし、今日は結構意外と長くなったな。いやー、のんびりにしてるとなかなか時間の進みも遅くていいんだけど、濃い一日になりますね。よし、それでは今日はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。